こんにちは、今回も女神旅をしていきます。とりあえず今回は本格的に試練をこなしていくわよ。もう寄り道は許さないからね、オーカ。寄り道じゃないもん、知らない土地だからまよっているだけだもん。私たちの地元の気候だったら絶対に迷わないもん。まあ、それはそうよね。それじゃあ試練のマスまで行くわよ。あ、あと一つ届かなかった。次は行けよ、頑張って出すのよ、オーカ。それって頑張って出せるの？それより、お金拾ったね。 70円じゃ、純粋1本も買えないわね。でも好きなサイコロの値を出すお金なら足りるよ。拾ったお金で目的地に行く。まさか、この実況、1ヶ月1万円生活的な。どっちかというとサバイバル生活だよ、せっかちゃん。だって1万円渡されてないもん。確かに。というか、あれ、何もイベント起きなかったわね。金の今のお願いを3つ叶える必要がある。みたいだよ。なに？それは本当か。そういえば最初の方にそんなこと言ってたような気がする。 それもこれもパパが悪い。とりあえず金の今のお願いを聞こうよ。仕事は嫌だけど、どうしてもやらないといけないから、アマテラス様に怒られるわよ。確かに人のお願い事って数えれないくらいたくさんありそうよね。ちなみにせっかちゃんは何かお願い事はあるの？ オーカがもう少ししっかりしてほしいってところかな。私はずっとしっかりしてるんだけどな。それじゃあ寝坊してもう起こしてあげないからね。しっかりします。だから起こしてください。夜遅くまでゲームしてるからよ。だって面白いんだもん。って、それより、せっかちゃん、アマテラス様のお話聞かないと。あ、全然聞いてなかったわ。後で式ちゃんに聞いておきましょう。せっかちゃんも抜けてるところ多いと思うんだけどな。とりあえずどんどんお願いを聞いて式ちゃんを一人前にしよう。 そうね、まずはお爪様の試練をクリアよ。それじゃあ、アマテラス様から今をもらおうよ。そうね、目標が決まったら、ノンストップよ。ここまでアマテラス様の話を無視し続けるオーカとせっかだった。せっかちゃんが話を聞かないから怒られたじゃん。でもちゃんとも一回説明してくれるあたり、本当に心が広いわよね、アマテラス様。あ、最初は式ちゃんの能力が上がりますようにだって。書いた人はアマテラス様。 さすがアマテラス様。今も金色なんて。神社に飾ってあったら見るよりもって帰りたいわね。いや、あんまり人のお願いにちゃダメだよ。それにもって帰るのもダメ。うん、狼突っ込まれた。とりあえず、最初のお願いは式ちゃんに料理をしてあげることだって。わかった、私がやってあげるから、オオカは見てなさい。絶対に見てなさいよ。嘘ダメよ。なんでそこまでダメ押し。今までいろんなところで手に入れた食材を使って、式ちゃんに料理してあげるのね。 任せなさい、私が美味しいご飯を作ってあげるわ。次は私が作るからね。仕方ないわね。でも私も見てるからね。料理できない子扱いしないでよ。最低限のことはできるもん。いや、その言葉を信用してご飯を食べたら、痛い思いした昨日の思い出。いや、塩と小麦粉間違えちゃって。なんで塩と小麦粉？まだ塩と砂糖の方がマシよ。とりあえず、オーカは材料さえ間違えなかったら一応問題ないから、私が見ててあげるわ。はーい。 それで何のご飯を作ったの？せっかシェフ、ふふ、これは私の自信作、証の鯛飯よ。材料を贅沢に使った最高の一品よ。今度私にも作って。いや、材料が高いから。うん、それなら仕方ないね。それじゃあ、式ちゃん、いっぱい食べてね。さあ、召し上がれ、式ちゃん。<笑>う、美味しそうに食べるな。そうね、これは飯テロね。お腹が空いてきたわ。 香りでわかっていましたが、本当に美味しいです。うん、確かにすごくいい匂いしてた。柔らかいタイが、再現なく旨味を吸い込んだご飯と、口の中で溶け合って、私を幸せにしてくれます。私も食べたかった。食べた後にこんな食レポされたら食べたくなっちゃうよ。しきちゃんはレポーターとか向いてそうだよね。これは、しき、賞を与えたいと思います。ありがとう、ちゃんと受け取っておくわ。 そうだ、しきちゃんは食レポの女神を目指すってどうかな。せっかちゃん、食レポの女神。ありかも。そうだよね。ダメだよね。って、ただに偶然です。鯛を与えたい。なるほど、ありね。せっかちゃんがダジャレを褒めてる。オーカ、しきちゃんはどんどん立派になっていってるわ。この調子ならね、もう、鯛を飲む人食べたいって。今せっかく私がいいことを言おうと思ったのに、やっぱりダジャレはダメ。鯛の話題は、もうやめた方がいいみたいですね。そうみたいです。 これはおそろしいわね。
コンボが繋がっていってるわ。強さが上がったみたいだよ。せっかちゃん。大体うるさい。今普通に話してただけだったのに。とりあえず、次のお願い事を聞くわよ。また同じ願い事だね。もしかしてまたご飯を作るの？せっかちゃん、次は私って約束したよね。わかったわよ。でも私も一緒に作るわよ。はい。ということで作りました。私とせっかちゃんの手製くるみおはぎ、一応食後のデザートとして用意してみたわよ。キキちゃん喜んでくれるかな？大丈夫よ。私もしっかり見てたし。本当、大川は早く材料を覚えないとね。はい。キキちゃん、私たちのおはぎはどうだったかな？ふんわりしたおはぎに、たっぷりくるみがまぶされています。香り高いくるみと、甘いおはぎがとても美味しいです。美味しいだって、よかったわね、大川。この組み合わせ、何か作ってあげるからね。結構珍しいですよね。他の組み合わせなら、確かにくるみのおはぎってあんまり見ないわよね。肉じゃがと野菜炒めの組み合わせはどうですか？なんか頑張ったらできそうね。でもバランス悪そうだよ。ここはしっかりと言ってあげないと。わからないですよ。そうよね。まずは作ってみないとわからないわよね。試してみるので、大田さん味見はお願いしますね。ちゃんと食べるのよ、大川。望むところだよ。楽しみにしてるね。それじゃあ次の金の絵まで最後ね。最後は一体どんなお願い事だろう。アマテラス様から、キキちゃんの試験合格に値する力を身につけろ、だって。内容は私たちと3回お話しすることらしいわよ。なるほど、それならお安い御用だよ。お、猫が、サラリーマンだったら。お、いきなりだね。猫がサラリーマンか、せちがらい世の中になったわね。せっかちゃん、なんかおばさんみたい。面白いと思いませんか？私はまだ15歳だもん。あ、なんかごめんね。スーパーサラリーマン。猫。私思うんだけど、猫カフェにいる猫ってある意味サラリーマンみたいなものじゃないかしら。確かにそうだね。もう猫が働く時代が来ていたなんて。まあ、結構前からあったけどね。あ、後で猫カフェに行こうよ、せっかちゃん。そうね、最近近場にできたらしいから後で行きましょう。大田さんの子供の頃の友達を知りたいです。私の子供の頃の友達。私席を外そうか。その気遣いが逆に辛い。大丈夫だよ。一応友達はいたから。へえ、誰？ロカちゃん。妹じゃん。だって、なるほど。だって。わかったわよ。だから泣かないで。私たちはずっと学校以外は猫仕様だったから仕方ないんだけどね。式のファッションチェック。ふふ、おしゃれには自信があるよ。それじゃあ、大神任せるわ。私はどうもおしゃれには疎くてね。はあれでしょ、性能重視なんでしょ。その通り、それ以外は必要ないわ。もったいないな。パーカー、ジャンパー、コート、ジャケット。服にも、種類やブランド、素材によって、いろんな名前があるんですね。そうだね。時と場合で使い分けるのがおしゃれの第一歩だよ。大田さんが、よく着ている服の名前を教えてください。私の着ている服か。おしゃれに自信がある大川は普段何を着ているのかしらね。ふふ、気になっちゃう。いいでしょう。教えましょう。私が普段着ている服はこれです。シャツじゃない？甘いよ、せっかちゃん。シャツはシャツでもただのシャツじゃないよ。アニメ柄が入ったやつだよ。おしゃれの方向性がおかしい。なるほど。シャツ。そうだね。今度しきちゃんにも私のシャツ分けてあげるね。さすがのしきちゃんもそれは嫌がるんじゃないかしら。大丈夫だよ。きっとしきちゃんも私の服を気に入ってくれるよ。シャツは、やっぱり、よく服は機能性が一番ね。覚えましたか、ね、しきちゃんもこれからファッションについてどんどん教えていくからね。ああ、将来が心配だわ。よかった。とりあえずお仕事全部終わったね。次回はうずめ様の試練ね。これも、大川さんの協力のおかげですね。キキちゃんも頑張ったよ。うずめ様の品格試験クリアするわよ。そうだね。次の試験も一生懸命応援するからね。頑張りましょう。大川さん。おう。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。